皆さんこんばんは、MK です。本日もスーパーマリオメーカー2世界のコースやっていきましょう。テイクンバイバルチャーズ、コンドルのように飛べという意味だと思いますが、また強制スクロールか、下を通ってコインの通りに進んでいけば間違いないでしょう。ブラックパックに当たらないように気をつける。でカロンを踏んづけて靴を履いたけど、どうすればいいんだ。なるほど、こう来てジャンプするんだな。でパタパタを踏んづけていくんだけど、あぶね、これブラックパックが地味にあるじゃないですか。でこう来て、待って、強制スクロール早くなってない？いきなりスクロールが早くなるのはずるいでしょうが、はい、ここを走り抜けてドスンを避けてジャンプしたら、なるほど、この葉を取ってこれで飛んでけってことね。これがコンドルの意味なんでしょうけど、はい、こう起きてこう起きてブラックパックに当たらないようにしていく。はい、でこいつを踏んづけたら、それなに、雲に乗ればいいの。待て待て、危ない、この葉は失ってしまいましたが、雲に乗ってなんとか助かりました。ノーサンクスミスターロボット、ゲームスキンはスーパーマリオブラザーズ3ですね。ロボットが登場するステージなんでしょうか。 BGM が Wii 版に変わりましたが、こいつか、こいつがロボットの正体なんでしょうか。めちゃくちゃでかい、結構かっこいいですけど、別に攻撃してくるわけではないですよね。あれ、画面が止まってしまいましたが、あ、上か、その上のオンオフスイッチを押す必要があるみたいだ。せっかくだからコインを全部取って押しますよ。はい、これを押すと何が起こるんですか。画面がぐちゃぐちゃになって、目が消えたのか、電源が消えたみたいな意味合いなんでしょうか。進めるようになった。さっきの画面のぐちゃぐちゃは別に画面がバグったわけじゃなくて、マリオメーカー2内のあの演出ですのでご安心ください。また違う形のロボットが出てきましたね。オンオフスイッチを押して電源を消していけっていうことなんだろうな。落ち着け、こいつはバナーがあるので攻撃してくるタイプだ。はい、真ん中に行ってスイッチを押す。なんかど真ん中にあるとスイッチっぽいよね。はい、でこいつも電源が消えましたが、また進めるようになる。バナー気をつけて、最後までバナーに気をつけながら進んでいきましょう。よくこんなに何個もロボットの形を思いつきますね。ちゃんとロボットの形を見てから進むようにしましょう。今度は砲台がついている。オンオフスイッチはどこだ、右側の手にあるな。待て、落ち着け、砲台を避けながら上に登った方がやりやすそうですね。砲台気をつけて、でここも気をつけて進んでいきましょう。危ないな。でオンオフスイッチを押す。いいねいいね、どんどん電源を落としていきましょう。なんで電源を落とさなければいけないのかはよくわかりませんが、何体ぐらいいる感じ。よくそんなにデザイン思いつくなと感心しているんですが、まだいるな。今度は上に浮いてるタイプか、UFO みたいな形ですね。砲台に気をつけて、せっかくだからこの中間ポイントも取っていきましょう。そこが氷ブロックになってるので滑って落ちないように気をつけていく。ハイド真ん中にスイッチ、一番最初のやつ以外はほとんどど真ん中にスイッチがありますね。なんで最初のやつだけ別電源だったんでしょうか。まだあるか、結構長めのステージなのかもしれないな。はい、次のロボットはなんか口みたいなのがあるよ。ワニみたいな顔になっていますが、走り抜ければいいよね。走り抜ければつららも当たらないでしょう。なんか1個2個つららを感知していない場所がありましたが、はい、これも進んでいけば、なんか全部が落ちてくるタイプのつららじゃないみたいですね。はい、さらに進んでいって、まだあるか、めちゃくちゃ多いじゃんロボットの種類。今度は砲台型っぽいな、戦車みたいな形ですが、はい、砲台に気をつけながら進んでいく。その一番でかい緑の大砲みたいなやつは特に何か撃ってくるわけではないんですね。バナーに気をつけて進みましょう。中間ポイントは取ってるから、まあいいっちゃいいんですが、これはあくまでもね、なんだろう、モチーフステージっていうか雰囲気を楽しむステージなので、やられる描写はいらないですよ。実況的に MK さん、実況的な空気を読んでもらいたい。これで終わりか。土管に入りましたが、まだあるっぽいな。中間ポイントを通り過ぎて、なんだこれは、ロケットみたいな形のものがありますが、待てよ、足なのかこれ。めちゃくちゃでかいロボットなんだ。なるほどなるほど、さっきのは足なんだな。めちゃくちゃでかいロボットに侵入していきましょう。危ないな、バナーが、バナーに気をつけて、あの歯車にも気をつけていきますよ。オンオフスイッチだと思ったら全然違う。バナー出ますよね、どっち方向、そっち方向ですよね。危な、今ジャンプしてたら確実にやられていましたが、こう大きいてこう来て、はい、歯車を避ける。こっち側か、この左手の方に進んでいきましょう。砲台がついてるね。でこいつがやっと顔ですね、顔が見えてきましたが、上に登っても入れないな。オンオフスイッチをどこかで押す必要がある。右腕か、右腕っぽいな。待てよ、こっちからじゃないといけない。バナーに気をつけて進み、あぶねー今の。そのバナー同時だと思うじゃん。はい、 UFO キャッチャーに乗って上ですね、そこの上に進んでいきたい。待てよ、タイミングを見ないと一番上に、一番下にあの引き戻されてしまいますので、砲台に気をつける。でそろそろオンオフスイッチ上か、
めちゃくちゃ最後だけむずいやん。はい、この砲台に綺麗に乗って進んでいけばオンスイッチを押せる。で、一番上の土管に入ると。頭の中に入るのはよくわかりませんが、これがロボットの体内というわけなんでしょうか。ゴールがあるのでゴールしていきましょう。いや、ロボット統一の面白いモチーフステージでした。恐怖のドッスンタワー。ゲームスキンはスーパーマリオ 3D ワールドですね。最近ドッスンの仕掛けばかりやっているような気がしますが、ほんと多いんですよ。投稿されているコースで 3D ワールドのスキンのものを探すと本当にドッスンが多い。で、あー待て、いるな。今背景に同化しててちょっと気づきませんでしたが、ドッスンタワーっていうくらいだから上に登っていく感じなんでしょうね。で、 3D ワールドのドッスンは上に登れるので、それもうまく使っていきましょう。今透明土管から出た瞬間にやられるのかと思ったわ。はい、で、これは上に登っていく。いいぞいいぞ。これ取っちゃっていいっすか。10コイン取って危ないよ。特になんだろう、10コイン取ったら出られなくなるみたいな感じではないか。最近トロールステージばかりやって騙される感覚が多いんですが、左か右、え、どっちかがもうやられちゃうみたいなパターンかな。左行ってみる。あー右の方がショートカットだったっぽい。危ないな本当に。いや絶対右が正解。あれ、そんでもないか。あ、一緒か。まあまあ、ほとんど一緒って感じですね。うわ、トゲがあった。大きなジャンプをしなくてよかったですね。それついてるなら、あ、待って待って、これは、え、引き寄せる。嘘でしょ。引き寄せる。オッケー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 。そしてこうやって、あ、壁キック使えばよかったのか。ドッスンで壁キックすればもっと簡単にいけたかもしれ、待って待って待って。こう聞いて落ち着け。はい、こう聞いて、オッケー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 。ほんとね、ドッスン乗りのプロですから、私。ドッスン乗りを最近、4、5回は持ったか、3、4回ぐらいは、連続でやってますよね、パート的に。これ上登っちゃ、待って、いきなりドッスンとか来ないか。さっき左行ったから、今度は右で行ってみますか。一緒なんかい。何？何？こいつ、下？下行けばいいの？こいつに乗れば、あー、そういうこと。うま。あ、今までの、あー、はい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 。確かに今まで真ん中空いてたな。これをうまく使ってどん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 下へ降りていく。面白。はい、で最後か。危ないって。うわうわうわ、そこでやられたらさすがに恥ずかしいぞ。今も背景に完全に同化して見えていませんでしたが、終わり？終わりじゃないの。待って、最後だけ潰されないようにしたいのと、どうせだったら一番上を取りたいという MK さんの思い、OK。 一番上なかなか最近取れませんでしたからね。よーし、今回もドッスンクリアしました。ゲームオーバー。ゲームスキンは初代スーパーマリオブラザーズですね。ゲームが始まった直後でゲームオーバーと宣告されたんですが、マリオが一騎。待って、どういうことだ。なんかこれギミックがあるんだろうな。初代のスーパーマリオブラザーズを彷彿とさせるステージ構成ですが、上に登って、またこれ上に登る。扉に入ればいいの？扉に入る。何だったんだ。マリオ一騎っていうのがよくわかりませんでしたが、はい、中間ポイントを取って進んでいく。え、どういうこと？待てよ。全然意味が分かってないんですが、はい、進んで、コインの通りにジャンプか。待て、落ち着け。ジャンプしてって、ここでダッシュしながら、コインの通りにジャンプできない、ゴールできないか。うわ、それ届くかな？ちょっと今走ってる感じ届かなかったような気がするんですけど、あ、待てよ。あ、待て、そういうことか。うまっ。なるほど、なるほど。一回やられないとこれ進めないんだ。じゃあさっきのはもう完全に届かないんですね。すごいな。よく思いついたな。確かに中間ポイントの下をオンオフスイッチにしておけば違うルートに行かすことが可能なんだ。はい、マリオが0機。まあそうですよね。さっき1機だったことを考えると、やられたから0機ということなんでしょうが、待てよ。ボム兵が危ないな。ボム兵を爆発させてから進んでいきましょう。下にいるのが正解ということなんでしょうか。待て、どういうこと。ちょっとよくわかんないな。この辺を押して何も出ないよね。何も出なそうだな。まあファイヤーフラワーとかもらってもしょうがない感はあるんですが、落ち着け落ち着け。ファイヤーパックンを気をつけて進んでいく。ファイヤーパックンいるよね。これでツート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 ン通り過ぎていきましょう。バブルが危ない。これファイヤーフラワーじゃない。オッケー。そう、これ初代のスーパーマリオブラザーズとほとんど同じステージ構成になってるので、分かっている人だったらスムーズに進めるというやつですね。はい、パタカロン。まあこういう敵はちょっと違うんですけどね。このブロックの配置とかが完全に初代スーパーマ、あ、これちょっと違ってるな。ちょっとだんだん変わってきましたが、うわ、クラウンかい。それクラウンかい。待てよ、バブル気をつけましょう。バブルに気をつけながら進んでいく。またファイヤーパックン、落ち着け。ファイヤーパックンを気をつけて、終わりか。まあ確かに初代のスーパーマリオブラザーズ的にもここで終わりなんですが、中間ポイントゲット。待てよ、クッパがいる。クッパがいるということなんでしょうか。クッパがいるわけではないのか。危ないな。マグナムキラーを避けていって、これ下に降りた方がいいやつじゃない、絶対ですよね。
そんな気はした。飛んでいるバブルを避けながら、マグナムキラーも避けながら、待て、なんか来てる。もう完全にやる気だもんな。あれ、待て、下に降りな、待て、下に降りるとアウトでした。今度は落ち着け、待って、無理だって。それは、はい、キノコありがとう。これがなかったら確実にやられていたんですが、落ち着け、こう来てこう来て、よく今の避けれましたね。ショージャンプがうまい MK さんだ。こう来て、危ないな。そのでけえバブルが完全に私をやりに来ている。マグナムキラーも気をつけながら進んでいきますよ。通り過ぎて、よう言ったな今の。 OK、 下もトゲだもんね。ちくわブロックが終わったら終わりなんですが、はい、1プレイヤー、1プレイヤー、2プレイヤー選べますが、まあ1プレイヤーだよね。1プレイヤーで進んでいって、はい、上に来た。 OK、 これで1アップキノコを大量に手に入れればマリオも復活したという判定になるんじゃないでしょうか。はい、マリオが5機下行くの。下に行ったら何があるんでしょうか。ゴール、一度やられないといけないという特殊なステージでしたね。最後までご視聴いただきありがとうございました。関連動画などからぜひ他の動画もご覧ください。そしてチャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。